86を狙ってます。そうか、なるほど、世界初のこの86同士のツインドリということですね。そうなんです。はい、準備はできますか。いや、まだです、まだです。ちょっと待ってください。え、これ日比野が A86、 はい、松川が A86 取ってさ、スタンバイできましたよ。さあ、わかりました。いよいよこの86同士のドリフトというところできるんでしょうか。大丈夫なんでしょうか。平成対昭和、そうです、平成の86、そして昭和の86、新旧86が2台揃ってのドリフトというところはもちろん初めて。さあ、この86、新しい86がこのキックオフドリフトに間に合いました。今年から HK、 そしてブルーピー、さらにはマックスオリド、こういったところがこの86を G1 グランプリシリーズに投入することが決定していますが、さあ、アスナベースに投入、そしてこの NA の86、ノーバルクラッシュでというところはちょっと辛い状況ではありますが、それでも日比野哲也が、なんとこの86をきっちりと986と一気に攻めようというところです。いやー、これ竹内さん、はい、竹内さんもあの HKS の86、まだノーマルエンジンで、はい、ちょっとドリフトやりましたけど、はい、辛いですね、結構待ってる。辛いもん、辛いもん、はい、お進化ってぐらい辛いですよ。どんなんですか、それ本当によくわかりませんけど。さあ、というところで皆さんにお披露目でございます。チームアップガレージウィズドゥルーピー、この86で参戦するドリフトをちらっと見せていただきました、はい、日比野哲也です。